今回は久しぶりにですね、リュックタイプのバッグについて解説をしてまいりたいと思います。このリュック型のバッグというのはですね、いろいろな種類がもちろんあるわけですが、私が使っているバッグの中で、これが今まで使った中で最も使いやすいかなと思うバッグがありましたので、こちらを紹介させていただきます。もちろんそれぞれバッグには皆様が求める要素というのがたくさんあると思うんですが、もちろんデザイン性も含めてですね、あると思うんですが、背負いやすさというのは結構重要ですよね。あとは機能性ですね。どういう機能性が重要かというと、やはりそのまず落ちないということですよね。転がり落ちてしまうとか、レンズが転がり落ちてしまう、カメラが転がり落ちてしまうと、背中に背負ってるものですから、どうしてもですね、ファスナーが甘くなってたりするとですね、落っこってしまうということが結構あるんですね。実際にそういう現場も見てるので、皆さんにはそういうことのないように安全なバッグというか、そういったものを紹介したいと思います。まず一つにはですね、背中で開くタイプ、背中側が開くタイプ、表側が開くんではなくて背中側で小側が開くタイプ、これがいいと思います。というのはなぜかというと、背負ってる間はですね、絶対に落ちることがない、背中に当たってますから。で、下ろす時に外側がファスナーではないので、下ろしたまんま裏返さずなくてもですね、下ろしたまま開くことができる。そして立てた状態で開くことができる。こういった要素というのは非常に速射性に大きい要素だと思うんですね。こういった要素を含めたバッグをご紹介します。それともう一つはですね、薄型のタイプ、ミラーレス、小さいミラーレスを使っている方は、大きいバッグですとその厚さがないわけですから、ミラーレスの場合は。そうするとですね、高さが結構余ってしまうんですね。こういったところでですね、ヴァンガードから非常にいいバッグが出てたので、それも紹介させていただきます。ミラーレスの方は非常に簡便な形になってますし、軽いです。そして、大きいタイプの方はその分厚みもあります、しっかりしています。こういった部分もですね、合わせて見ていただければと思います。商品の内容はですね、詳しい内容は概要欄にリンクページ貼っておきますので、そちらで見ていただければと思います。こちらリュックタイプのカメラバッグということになります。で、このカメラバッグのいいところ、まず、このバッグ、カメラバッグはですね、先ほどの動画でも説明しましたけど、背中が開くタイプであるということ、これは非常にメリットになりますね。背中が開くということは、まず多少仮にですね、ファスナーの締め方が甘かったとしてもですね、背中に当たってますので蓋が開いてしまうという心配はなくなります。もちろんきっちり締めるのは当然のことなんですが、仮にですね、ちょっと甘くても大丈夫という点では非常にメリットがあると思います。それでもう一つは速射性ですね。それは上を見ていただくと分かるんですが、このようにですね、上側からですね、このようにして上げることができる、開けることができるということですね。そうするとここからカメラを取り出すことが簡単にできるということですね。このようにですね。それと、こちらに、このカメラバッグはこちら側にこう開けて全開になるわけですけども、こういうふうに、全開になるわけですけども、ここまで開く必要があまりないので、普段あまりそういう使い方はしてないですね。こういう感じですね。ですので、ここのファスナーは閉めた状態で、ここだけこうですね、開いてカメラバッグから直接取り出すことができるということですね。こういうメリットあります。あと、こちら側に内側にポケットあるので、こういうところにフィルターを入れておくといいと思います。それともう一つ、フィルターを入れる場所とするとですね、バッテリーとかですね、もしくはそのレリーズとかですね、そういったものの場合にはですね、この脇のポケットがありますので、こういったところに入れておくといいと思いますね。こちらはSD カードを入れてありますね。ここは自由にご自身がどういう風にして使うかということによって分けていただければいいと思います。同じようなファスナーで、こちらはフィルター入れてありますけど、こういう風にファスナーがあります。それとこういう脇にサイドのポケットがありますので、こういうとこペットボトルを入れたりとかですね、こちらは LED ランプですね、ネックライトを入れてあります。
で、もう一つこちらの脇にもポケットがありまして、こうするとですね、中のレンズを出すことができます。望遠レンズなどはこういうところに入れといて、交換するときにこちらの望遠レンズに切り替えるということをしております。反対側からも開けることができます。そうですね。で、もう一つはですね、こういうところに傘などを差しておけば、いつでも撮影ができるということですね。それと本来ならここにですね、こういう、腰に巻きつけるタイプのものがあるんですが、これは、ついてますが取ってしまっています。私の場合あまり使わないので、ここにこうベルトというか腰に巻くものがあるんですが、それは外しております。で、もう一つこちらの中、この中にですね F 版などを入れてあります。その他アクセサリーはこういうところに入れられますし、フィルター、ストロボなどを使う時のフィルターはですね、こちらに、フィルター等をアクセサリーとして入れてるわけですね。あとこちらはハーフ ND フィルターですね。 ND フィルター類を入れてあります。で、標準レンズ、標準ズーム、そしてズーム、望遠ズーム、こちらはちょっと広角、より広角なズームですね。14-24シグマの14-20ですね。で、あとこちらは 135-18 のレンズ。まあ、このぐらいのシステムで揃えて撮影をしています。もう一つご紹介したいのがミラーレス用のカメラバッグ。これヴァンガードから出ているミラーレス用のカメラバッグ、ミラーレス専用のカメラバッグなんですね。非常に薄いです。わかりますかね、このぐらい薄いんですね。傘と比較してみても、傘がこれですから、いかに小さいかお分かりになると思います。薄いかというのがわかると思いますね。折りたたみの傘がこのぐらいですから、まあ、こういうところにもちろん傘も入るわけですし、こちらを開くとですね、ミラーレスのカメラとレンズが入ると。まあまあここに入ってしまうので、カメラを入れてミラーレスのレンズをこうシステムで入れられるということ、それとあとこちら側からですね、ストロボやなんかを出すことができるわけですね。まあ、非常にシンプルな作りなんですが、軽くてですね、使いやすいと思います。あともちろんこちらにレフ板をこういうふうに入れておくこともできます。もともとはパソコン入れるところなんですけど、こういうふうにも使えます。で、これは上を開くとですね、こちらを開くと先ほどと同じなので、連結している状態なので、中から出すこともできるか外から出すこともできる。まあ、ここにカメラを入れてもいいですけども、まあ、ここは入れ方は自由でやっていただければと思います。それとですね、ここ上のファスナー、ここにフィルター類が入ります。こういう形ですね。で、このようにカバーで、こちらリリースですね、こういったものを入れてあります。以上、ミラーレス用のカメラバッグ、そして先ほどのよいしょ、ちょっと大きめのカメラ、 SD クワトロ H を入れてるんですけども、これは SD クワトロ H はこのバッグで、ミラーレスの EOS の M などはこのバッグを使ってるということになります。いかがだったでしょうか。今回のカメラバッグ、ぜひ参考にしていただいて、皆さんの検討の一つに加えていただければと思います。